ワックンスタジオ。こんにちは、ギタリストのワックンです。一ミリも知らないけど初見で響いたシリーズ、イエイ。今回の楽曲はこちら、バーン。イブさんの群青参加ですね。こちら曲の概要なんですけれども、2021年の9月の30日にリリースされました。配信限定ですね。こちらが配信限定リリースなんだけど、群青参加と幽星帽子、前回やったかな、夜はほのかっていう曲と、命の食べ方のダンスミックスバージョン、ドラマ剣のライブフィルムバージョンの5曲が収録されているということです。すごい豪華ですね。僕ドラマ剣はね、知ってて歌がちょっと難しいようなイメージはあるんだけど、でこちらタイアップがあって、スマホゲームプロジェクト世界カラフルステージフィート初音ミク1周年記念アニバーサリーソングのゲーム内の楽曲として、世界バージョンと初音ミク歌唱のバーチャルシンガーバージョンという2曲分が収録されたということですね。世界バージョンを収録している CD が12月8日に発売予定ということです。で、初音ミクバージョンの MV がニコニコ動画で今現在公開されているということです。イブさんの楽曲は今までこの企画だと大会来たとかもやってきたんだけども、なんかね、ちょっと特殊なコード進行するというか、そこがなんかちょっと難しいは難しいですよね。普段やってるなんかポップスとかの定番のこのパズル、なんかパズルの形がね、ぐにゃーんって曲がった感じ。とりあえず聞いてみましょう。どうぞ。イブさん、とてもお久しぶりですね。結構ね、一番最初の頃からイブさんの楽曲でやってて、これでもうね、何曲か4曲ぐらいかな、ちょっとまだ数えてないんだけど、ちょっとやっていこうか。結構ね、イブさんの楽曲のこのピックって普通じゃなくて、ちょっと独特なんですよね。であればそっち行きたいのになんでこっち行くみたいな、そんなコード進行がいっぱいあるんです。もう早速言えば迷子ですね。さあ、ここからどういう展開になっていくのか。でも分かりやすい楽曲ですね。今回は明るいポップスって感じ。こっからサビか？ここサビですね。ここのサビは今3度から始まってるんですよ。だけど本来であればなんか4度とか1度とかここから始まるのが大体のサビなんですね。だけどこの楽曲は3度から始まっている。それは予想がつかない。まあ、ここら辺は割とよくあるコード進行ですね。ここは何だろう、ここで差し切りにして使ってますね。3度目は止まりなく入る。そしてここから開放になってきますね。基本的に後ろはギターが立ちますね。ここのギターはすぐコピーすることは無理です。メロディーは諦めましょう。アドリブでいきましょう。ここアルペジオ的なものが鳴ってますね。ちょっとリズムが変わってきてるので、もうちょっとずつ変えていきますね。ここで、この B メロの入りもちょっと初見だと厳しいですよね。6度につなげるパッシングリフィニッシュから入っていくのか。はい、ここでサビは2回目。1回目のサビが終わった後、2回目のサビどこまで飛んでいるか。相変わらず覚えにくいコード進行していますね。そんなにね、難しいコード進行は使ってないんですよ。だけどなんかね、変な進行をしているせいで覚えられない、慣れていないんですよね。今この後ろのシンセの音をコピーしています。必死にコピーしています。まあ、1音だけだったら全然すぐにコピーできるレベルかなと。落ちサビが終わってサビに行くのか。サビに行きますね。なぜかここは1度から始まっている。はい、ここで理論外のコードに行きます。そしてここから2度から3度と上がっていく進行。ここでサブドミナントマイナー使って
なるのか、サビ聞くか、転調はせずに今までのサビの進行ですね。1番と2番でやったサビの進行になってますね。まああまり覚えられないですよね。さすがに覚えられない。ここでバッシングで練習始まって、はい、ここから2度3度と1点4度いく。今度はここのマイナス6がトワイトなんですよ。で5度につながっていくと、でまた5度から6度に1度にバッシングで練習つないでいくと、ここでアクセントが200目、サブドミナントマイナーで締めていく。そしてここでアウトですね。アウトでもメロディー出せますけど、正直呼吸するのは無理なんでアドリブでいきますよ。これは終わりに行く感じかな。今これ終わりに行く感じなんですかね。あ、ちょっとなんかフェードアウトする。あ、終わった。あ、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしい終わり方。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回のイブさんの楽曲は、テンポ的にはめちゃくちゃ追いやすい。コード進行自体を追うのはすごく簡単ではないけど、追いやすいテンポだったり、追いやすいコードチェンジの速度感だったりはするんだけど、なんかね、やっぱね、独特な進行をするというか、普通ならここからここに行くよね、みたいなところを、ここから、え、そっち行くの?みたいな。え、そっちのコード飛んでいく?みたいな。っていうのがなんか多い印象でしたね、今回は。楽曲自体はすごく聴きやすいし、かっこいいんですよね。毎回思うんだけど、ドラマ剣とかもそうなんやけど、かっこいいよね。普通にボカロとかを作ってる方なので、曲の構成とか複雑なのかなって最初の方は思ったんだけど、まあ、今回はそうでもなかったですね。その転調とかはしてないから、耳で追うこと自体はそこまで難しくないと思います。ただこれ逆に慣れちゃってると、なんかミスが起こりやすい進行というか、もう一曲の優勢防止の方もちょっとね、やってみたいよ、やってみたいんですけど、怖いですよね。こっちの曲がゆったりとした曲だから、もう一曲の方やばいんじゃないかなって思ってる。ちょっといずれ機会があったらちょっとやってみようかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお任せしますので、この動画が面白いと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。僕にリクエスト質問がある方はコメント欄からよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。